11月10日、上崎浦の魚市場前の胸壁に描かれた壁画の完成披露式が行われました。この壁画は、世界で活躍する愛知県出身のアーティストの長尾陽子により描かれたものです。そうですね、食べ物もすごく美味しいですし、空気も綺麗ですし、で一旦夜になるとすごく静まり返って、本当に素晴らしいところだなと思いました。でその中でいろいろこうリサーチといいますか、この街に何があるのかなっていうことをいろいろこう屋内にこうなんていうんですかね、吸収させてもらって、でこの壁画のデザインをまず一番初めは、この日完成披露式が行われた壁画のタイトルは調和と教えで、この壁画には恩子自身、過去から未来へと自然環境に感謝しつつ共に成長していくというメッセージが込められているとのことです。壁画にはみかんや龍伝説の龍、伊勢エビやハートの入り江、浜棒など南伊勢町をイメージしたものが描かれています。また長尾氏は壁画の制作活動の傍ら、小学校で出前授業を行いました。ちなみにこのコラは何語でしょうか？カタカナなので日本語ではあるのベルリン、ドイツという外国人分かるかな、ヨーロッパで、そこに住んでた時に描いた壁画です。児童たちにコラージュという絵の制作技法について教え、日頃から日常にあるものでも芸術作品は作ることができる、その素材は日常のどこにでもあふれている、この授業を通じてそういった視点に気づいてほしいと、授業の最後に児童たちに熱心に語りかけていました。説明だったらそのまま言ってもいいよね。マオを解読のタコを作ってみました。どの辺がマオ解読ですか？の春は包装紙かな、包装紙で作って、首長竜の夏も包装紙で作って、変わって式典での最後のスピーチでは、長尾氏は南伊勢町を壁画を通して日本中、世界中に知ってもらい、南伊勢町の街と自然の豊かさ、美しさを感じてもらえたらと話していました。上崎浦、そして南伊勢町を壁画を通して、日本全国、世界中のいろんな人に知ってもらって、またここに来てもらって、この街と自然の豊かさとこの美しさを感じてもらえたら嬉しいなと思います。ちょっと長くなりましたが、壁画を作っただけでは終わらないと思います。壁画とともに皆さんとまた明るい未来を一緒に歩めたらいいなと思っています。長くなりましたが、これで私の挨拶にさせていただきたいと思います。今日は皆さんありがとうございました。皆さんこんにちは、長尾陽です。今日、三重県南伊勢町上崎浦に僕の壁画が完成しました。この辺りは自然も多く、すごい人も良くて、素敵なところです。ぜひ遊びに来てください。